ますますウンモは、1976年に発表された新鉱物で、鉱物学者、原賀和夫などにより、滋賀県の田の上山ペグマタイトで発見された。科学蘇生は32で、単社承継。ンモグループの鉱物である。薬学者、鉱物学者であった、マスドミジュノスケの業績を称いて命名された。ますますウンモは、チンワルドンモの二カ鉄を二カマンガンに置換した。 ものとして発見された。しかし、チンワールドウン母は1998年のウン母長族の命名規約改定により、シディロフィルキララとポリリシをキララの雇用体とされ、独立種としては消滅した。ますます不運母の場合、KMN にプラス2ー l に蘇生のキララとポリリシを、キララの雇用体となる。2018年現在、全社に該当するキララは発見されていないため、 ますます不運もは、独立種として一応認められているが、その独立性は、不安定なものとなっている。原田、経営通る、モスタマライト、マンガネセアナログオブジンウォルドイト、with special reference to モスタマライトリピデライト、ジンウォルドイトシリーズ、ミネラル、ジュール、8、95から109、日本から発見された、新鉱物たち 1970S10、ますます不運も、 浜根大輔、東京大学物性研究所、電子顕微教室、ありがとうございます。